これまでカニツメくんでは36組のアイドルをぶった切ってきました。今日はその中でも特にヤバかったアイドルたちをフラッシュバック。まずはこのアイドル。私たちヤンドルです。あー、この子たちね、めっちゃ暗かった。ヤンデルアイドルです。友達とかはいないの？いると思いたいです。信用しても裏切られるので結局一人です。暗すぎて詰める気がどんどん失せるんだよな。チャキチャキ。続いてはこちらのアイドル。マイカレ学園でーす。出ました、先生。はい、マイカレ学園新任教師、本日も平均年齢あげてくぞ、みそじプラス2先生こと熊野春です。先生も元々は一緒に生徒側でアイドルやってたの？あ、そうです、そうです、そうですね。で、卒業して？はい、しました、華麗にすっと卒業しましたね。目標とする人は？え、上沼恵美子さんあれ？おばあちゃん、来月には33歳。まだアイドル続けるのかな？チャキチャキ。続いてはこちらのアイドル。私たちデスラビッツです。このグループはな、いかんせん端っこのがね。私たちは食、笑い、音の3つをテーマにした、みんなに笑顔を届けるというグループです。食って CD にラーメンをつけていて、ラーメン、そのラーメンが主な食の部分です。デスラビッツのライブをまだ見たことがないって方、ぜひ皆さんご予約よろしくお願いします。お待ちしてます。来てねー。あれ、あれ、え、部長の尺は？あれ、こういうのは逆にいじったら負けだよね。チャキチャキ。続いてはこちらのアイドル。私たちが今しか会えない、いや来週にはパクられてるかもしれないアイドル、 We are C-Style。 この子たちは見た目と中身が全然違ったな。実はいきなりヤンキーになれって言われたグループなんですよ。どんな活動してるの？普段はですね、あの地元の、ゴミ拾いや地元のそのいじめ反対運動っていう、あのスペシャルサポーターも務めてたりとか。街でマジのヤンキーに会ったら、あの極力あの避けてますね。あのもう低姿勢にこう、こんな感じで、あの自分あの喧嘩は好きじゃないんで。この後木更津の一日所長まで務めた優等生アイドルでした。チャキチャキ。最後はこちらのアイドル。出た、めちゃくちゃヤバかったやつ。喋れないんですか？キャラ崩壊しちゃって、もうどうしたらいいのやら。チャキチャキ。でも何よりヤバいのは、出てくれたアイドルのうち10組以上脱退や解散しちゃってるってこと。これって僕のせいかな？なわけないか。